欧州向けの名前は、アニバーサリー。どちらも社名にちなんで、124台を限定発売する。北米向けのプリマエジジオネでは、ボディカラーに、 アズロイ,イタリーと呼ばれる専用のブルーが選択可能。室内にはサドル色のレザーシートを装備。限定モデルを示すエングレムも添えられる。 欧州向けのアニバーサリーではボディカラーがロッソパッシオネと命名された赤。プレミアムレザーシートは黒としてコントラストを際立たせる。専用エンブレムも装着。 なお、新型124スパイダーは、1.4リットル直列4気筒ガソリン、マルチエアターボエンジンを搭載。北米向けは、最大出力 160HP、欧州向けは 140HP と、チューニングが。イタリアのフィアットが11月18日。 ロサンゼルスモーターショー15で初公開した新型フィアット124スパイダー。同社に欧米で発売記念車が設定された。発売記念車は北米と欧州で異なるモデルを用意。 北米向けは、プリマエジジオネを名乗る。